私の願いはタイヤがついた車になること。車？うん、車になってどこでも自由に行ってみたいそうなの、そのくらい問題ないわ。本当に？それじゃよーし、いや、ここどこ？どうして私ここにいるの？私にタイヤがついてる。本当に願いが叶ったんだ。ほらみみんな、これ見て。タイヤがどうしたって言うんだ？それがタイヤが。早く学校に行こう、トラミ。そうよ、遅れちゃうわよ。学校？学校に行くの？おお、そうだよ。何驚いてるの？早く行こう。うん、トラミーの願い。トラミーが停留所でお客様を降ろしています。さようなら。ありがとう、トラミー。またね。はあ、今日の運行も終わった。帰ろうかな。何かに似てるよ、四角います。ふわふわ食パンみたいぞ。お疲れ、トラミー。お疲れ。運行が終わって帰るところ？うん。ところで、さっきの歌って何？今日学校で習ったんだ。うわ、学校で歌も習うんだ。うん、すごく楽しいぞ。週末は何して遊んだの？週末も運行してたけど。そう？俺は遊覧船に乗ったよ。うわ、本当に楽しそう。じゃあ俺たち行くね。またね。またね。いいな、みんなでいろんなところに遊びに行けて。私は毎日同じレールの上で過ごしているだけ。その日の夜、トラミーは眠れませんでした。どうした、トラミー、何か心配事か？その、車の友達が羨ましくて。羨ましい？うん、みんなはどこでも自由に行くことができるから、私ももっと広い場所に行ってみたい。そうか、うん。ああ、トラミーが好きな星座の話をしようか。星座の話？うん、話して。夜空には動物と似た星座がたくさんある。あ、牛、ワシ、サソリ、それからライオンもいる。うわ、本当に綺麗。あそこには子グマさと。トラミーはスカイの話を聞いて眠りにつきました。翌日になりました。今日もトラミーが運行していますね。さようなら。あら、まあ困ったね。どうしたの、おばあさん？うん、大切な帽子が飛ばされたんだが、猫がその帽子を越えて野山の方へ行ってしまった。あそこは道もなくて行くこともできない。じゃあ私が探してきます。本当にいいのかい？もちろん。猫ちゃん、猫ちゃん、どこかな。帽子だ。うん、帽子が勝手に動いた。にゃん。うん、こんにちは。にゃん。いい子だからこの帽子返してくれない？おばあさんの大切なものなの。にゃん。にゃん。にゃん。ありがとう。おばあさん、帽子を持ってきました。はあ、ありがとう、トラミー。いいよ。うん、はーい。やっ、どうなってるの？私はマジック車のルーシー。
マジッククルマ？大切な帽子を探してくれたから願いを叶えてあげる。どんな願いでも話して。願いを？私の願いは、私の願いはタイヤがついた車になること。車？車になってどこでも自由に行ってみたい。そうなの、そのくらい問題ないわ。本当に？それじゃあ、よし、いや、ここどこ？どうして私ここにいるの？私にタイヤがついてる。本当に願いが叶ったんだ。トラミー、みんな、これ見て。タイヤがどうしたって言うんだ？それがタイヤが。早く学校に行こう、トラミー。そうよ、遅れちゃうわよ。学校？学校に行くの？そうだよ。何驚いてるの？早く行こう。ちびっこバス、タヨ。みんな、今日もみんなで楽しく一緒に歌いましょう。はい。何かに似てるよ、四角いバス。ふわふわ食パンみたい、そっくりこ。何かに似てるよ、長い汽車。砂がたソーセージみたい。学校にいるなんて本当に夢みたい。授業の後、トラミーとみんなは楽しく遊びました。ヤッホー、ヤッホー。広くて遊覧船も本当に素敵。はい、始まった。素敵。車に乗れて本当に幸せ。みんな、私はこっちだから。どこ行くの？車庫に帰る道はこっちだよ。車庫に帰る？そっちは野山だよ。そうだよね。車庫に来たトラミーはみんなと一緒に寝床につきました。みんな、花火大会すごく楽しかったね。あんな素敵なもの初めて。そうだね。僕もう寝るよ。おやすみ、みんな。おやすみ。これからずっとここで寝るのかな。眠れない。スカイが聞かせてくれる星座の話を聞きたい。トラミ、夜空には動物と似た星座がたくさんある。牛、ワシ、サソリ、それからライオンもいる。元気かな。そうよ、一度スカイのところに行こう。どうして塞がれているの？ここから入ろうっと。よいしょ。スカイ。君は誰？私、トラミーよ。トラミー？初めて聞く名前だ。私のこと覚えてないみたい。ところで、路面電車の運行は？路面電車？前はあったんだが、しかし随分前のことだから覚えてない。さあ君もそろそろ家に帰りなさい。家に？遅い時間だ。帰りなさい。
の場所が家なのに。トラミ？ルーシー、どうして泣いているの？車になって嬉しくないの？いいえ、車になって自由に走ることができて本当に嬉しかった。でもスカイが私のことを忘れてしまって悲しい。あら、そうなのね。また元の姿に戻りたい？また路面電車の運行をしてスカイとも一緒にいたい。じゃあ今みたいに自由に走ることができなくなるけど後悔しない？もちろん。わかった。じゃあ元の姿に戻してあげる。いいよ。トラミ、早く起きないと。私元の姿に戻った。スカイ、私誰だかわかる？何言ってるんだ。もちろんだよ。元通りになってよかった。本当によかった。どうしたんだ、変だぞ。トラミ、スカイ、おはよう。おはようございます。ルーキーとパッドか。どうしたんだ？二人に伝えたいいい知らせがあってね。今日からトラミーの運行路線が増えるんだ。これからはトラミーは街のあちこちに行くことができるぞ。うわ、本当？前からスカイに頼まれてたんだけど、ついに今日開通したんだ。スカイが？もっと広い場所に行ってみたいんだろ。スカイ、本当にありがとう。たくさん路線が増えたけど、ちゃんと運行できるか？問題ないわ。街のことはもうよく知っているから。そうだスカイ、今日星座の話をまた聞かせて。また？分かった。やった。元に戻ったトラミーはスカイと一緒にいてとても幸せでした。トラミーの秘密。運行を終えたタヨが車庫に帰る途中、トラミーに会いました。トラミー、タヨ、ヤッホー。ヤッホー。そうだ、タイヤが当たったところは大丈夫？お、タイヤ？学校の体育の時間に顔に当たったじゃない。行くぞ。いいや、僕が受けるよ。学校での出来事なのにどうして知ってるの？それは秘密よ。じゃあ私お先に。トラミタイヤ、どうかしたの？体育の時間に恥ずかしい思いをしたこと誰がトラミーに話したの？ロギでしょ。違うよ、言ってないよ。じゃあ二人が。私も違うよ。僕今日トラミーに会ってもいないよ。おかしいな。じゃあなんでトラミー知ってたのかな。そういえば話したこともないのに僕が花に叱られたことも知ってた。そうや、私たちが動物園に行ったことも知ってたわよ。変だぞ、どうなってるんだ。もしかしてトラミーが直接見てるんじゃ。直接見たって？トラミーは高い山で運行するから僕たちがいるところまで見えるじゃない。よし。じゃあみんなでトラミーのところに行って確認してみる？よいしょ、じゃあ出発します。トラミー待って。みんなどうしたの？聞きたいことがあって。何？トラミー、山からは本当に遠くまで見えるの？そうだよ、みんなの車庫も見えるわよ。車庫まで？本当に全部見えるの？景色も本当に素敵なの。みんなと一緒に見られたらいいのにな。本当に一緒に見たい。そうだね。それじゃあもしかして。トラミ。はい。いつ出発するんだ？早く行ってよ。はい、じゃあ私行くね。みんなともっとお話
したかったな。やっぱりトラミー全部見えるんだね。じゃあここで挨拶するのも見えるのかな。お疲れトラミー。お疲れ。あ、そうだ。どうしたの。今日ファイアボールの特別番組があるよ。特別番組？うん、今日は夜遅くまでするんだって。ほんと？じゃあ早く行ってみよう。ちびっこバスたちはトラミーのことを忘れて夜遅くまでファイアーボールを見ました。どうしよう、寝坊した。早く出てきてロギー。なんで？ロギー、こうしてるうちに遅れるよ。早く行こう。その日の午後、運行を終えたちびっこバスたちが車庫に帰ってきました。朝寝坊したせいで今日一日運行がめちゃくちゃだった。ずっと眠たくてたくさん失敗もしたし、花には気づかれてないよね。今日は絶対早く寝よう。あなたたち、うん、遅くまでファイアボール見て朝寝坊したんでしょう。どうしてしてるの。トラミーの整備に行った時に聞いたわ。トラミーに。そうよ、遅くまでテレビを見るなんて。昨日のは特別番組だし絶対見ないぞ。ごめんなさい。あなたたち、反省するまでしばらくテレビを見ちゃダメ。本当ひどいよ、テレビも見ちゃダメなんて。今日ファイアボールがプリンセスを助ける日なのに。みんな、みんな、花が整備をしに出かけたって。本当？僕たち内緒でファイアボール見よう。テレビ見たらダメだって、少しだけなら大丈夫だよ。それじゃあ花が帰ってくる前に少しだけ見る？いいね。でもトラミーに見られたらどうする？そうよ、また花に話されたら困るじゃない。そうだね。大丈夫、さっき花がトラミーの整備したって。そうだね、しばらく会うこともないよね。本当に大丈夫かな。じゃあ早く行こう。みんな待って。ちびっこバス、タヨ。翌日になりました。ハナ、どこ行くの？野山にトラミーの整備をしに行くのよ。昨日も行ったのに。昨日は部品がなくて全部終わらなかったの。ダメ。ダメですって？どうしよう、ハナが行かないように止めなきゃ。学校で習ったダンスがあるんだけど、ラニが見せたいんだって。さっき花に見せてあげたいって。そうだった、よく見てね。みんなも早く踊ろう。本当に上手だったわ。そうでしょ。今度は他のものを見せるね。残りは帰ってから見るわ。トラミーが待ってるの。早く行こう、ハート。トラミーが絶対ハナに話しちゃうわよ。早くついていこう。ちびっこバスたちがハナを探しに来ました。絶対この辺にいるはずなのに。あそこだ。そこにトラミーもいる。どうしよう、このままじゃ二人が会っちゃうよ。早く止めないと。待って、僕にいい考えがある。ロギー、アーナどうしたの。ロギー、何かあったの？
すごく痛いんだ。助けてよ。痛いってどこが？あっちもこっちも全部。早く点検しないと。あっちにちょっと止めましょう。痛いよ。成功だ。どう？エンジンオイルを変える時期ね。本当に？まずはエンジンオイルの注射をして整備所に行きましょう。ちょっと待って。そうじゃなくて。ローギー、もう注射を打って。さあ、行くわよ。もう痛くないよ。全部治った。僕行くね。ローギー、今日はちびっこバスたちの様子が変だわ。ローギー、どうなってるの？エンジンオイルの注射がすごく怖くて、どうしても無理だよ。これからどうする？まだトラミーに会ってないかもしれないし、早く追いかけよう。ハナ、どこにいるんだろう？まさか、トラミーと一緒だ。もう全部話しちゃったんだ。どうしようか。もう正直に話そう。ハナ、みんな、ごめんなさい。お願い、許して。許すって何を？昨日こっそりテレビを見たことだよ。あんなに言ったのにまたテレビを見たの？トラミーからもう全部聞いていたんじゃん。それどういうこと？私そんなこと知らないわよ。トラミ、僕たちの行動が見えるんでしょ？そうそう、この前シャコも見えるって言ってたし。建物は見えるけど遠いからみんなのことは見えないの。じゃあ学校で会ったことをなんで知ってるの？それは。それは車の友達から聞いたんだ。実はみんなと仲良くなりたいのにあまり会えないから。それで車たちに会えたらみんなの話をいつも尋ねていたの。夜遅くまでファイアボールを見て朝寝坊したんだ。そうなの？僕たちそうとは知らずに。これからはたくさん遊びに来るからね。そうや、仲良くしようね。ありがとう、みんな。トラミ、これからはみんなと頻繁に会えるわね。よかった。はい。ところであなたたち、また隠れてテレビを見たのよね。それは、ごめんなさい。待ちなさい。ちびっこバスたちと仲良くなりたいという気持ちがトラミーの秘密でした。トラミーの初うんこ。早朝からハナとシトが出かける準備をしています。じゃあ行こうか。ハナ、シト、いいな。どこに行くの？スカイに会いに行くのよ。スカイ？それ誰？君たちは知らないよね。スカイは山頂にいるトラム管制センターだよ。路面電車の運行を手伝っているのよ。でも一度もスカイに会ったことないよ。路面電車も。ちょっと前に働いてた電車が引退してスカイも一緒に休んでたの。でも新しい電車が来るからまた働くことになったんだ。路面電車、素敵なんだろうな。運行がない日にみんなで会いに行こう。じゃあ行こうか。行ってきます。いってらっしゃい。再オープンおめでとう、スカイ。ありがとう。また運行する日をどれだけ待ったことか。新しい路面電車が来てくれてよかった。どんな子が来るか本当に楽しみだ。今日来るのよね。そろそろ来るはずなんだが。来たぞ。かわいいわね。こんにちは。こんにちは。君が新しく来た路面電車か。はい。よろしく。私はこれから一緒に働くスカイだ。
こちらはシトと花だ。こんにちは。こんにちは。私はトラミーです。よろしくトラミー。本当に綺麗な色ね。そうだね、お客さんも喜ぶんじゃないか。翌日、停留所にたくさんの人が集まりました。ああ、久しぶりの路面電車だ。早く乗りたいよ。みんな期待してる。お、来たよ。いっぱい人がいるな。トラミーはたくさんの人を見て緊張しました。こうやって方向を変えるのか。こんにちは。よろしくね。新しい路面電車か。よろしく。こんにちは。なんだい、聞こえないぞ。こんにちは。驚いた。なんで急に叫ぶんじゃ。ごめんなさい。もうトラミーすごく緊張してる。トラミーは緊張のあまりゆっくりゆっくり走りました。路面電車で行くと楽でいいわね。でももともとこんなにゆっくりなのか。もう少し早く行けないかしら。はい。どうしたんだ。こんなにスピード出すなんてどういうこと。危ないじゃない。すみません、もっと気をつけなきゃ。ゆっくり。歩いた方が早いな。到着しました。お、こんにちは。こんなことなら乗らなければよかった。どうされましたか。急発進して危ないところだったよ。と思ったら今度またゆっくり走るし。申し訳ありません。すみません。うん、次からは失敗しないように気をつけて。その後もトラミーの失敗が続きました。今度はちゃんと挨拶しなきゃ。やあトラミー。はい、さようなら。あ、ん、今乗るんだけど。すみません。終わった、早く休もう。ちょっと大丈夫ですか。みんな降りたと思って。気をつけてよ。次は本当に失敗できない。何してるの、赤信号だよ。信号守ってよ。すみません、考え事をして信号を見てなかった。トラミー、どうして失敗ばかりするんだ。すみません。もしかして練習不足なんじゃ。たくさん練習しました。運行するときはもっとしっかりしなさい。はい、バカみたいに毎日失敗ばかりして、スカイ私のこと嫌いになったかな。ちびっこバス、タヨ。お気をつけて。ふう、今日の運行も終わった。スカイのところに行ってみるか。スカイ、お疲れ。ああ、シトか。どうかした。トラミーが失敗ばかりして、一体どうすればいいのか。すぐになれるよ。最初はみんなそうじゃないか。そんなこと、シトは最初からうまかった。いや、幼い頃はブーバーに叱られてばかりだった。そうだったか。叱られるたびに緊張して失敗続きだった。そうか。到着しました。トラミー、挨拶は大きな声で。運行するときはもっとしっかりしなさい。はい。ドラミーにちょっと厳しく言い過ぎたかもしれない。
あの使徒、一つお願いをしてもいいか。うん、お願いって。今日はトラミーの休みの日です。トラミー、停留所に行って花に整備してもらったら？え、今ですか？お、それが降りたら花が待ってるはずだ。はい、行ってきます。さあ、それじゃ中から調べてみましょう。はい。さあ、トラミー、最近運行はうまくやってる？うん、いつも失敗ばかりしてる。お客様と接することも難しい。じゃあ、タヨが運行の練習を手伝ってみたら？いいよ、僕が手伝ってあげる、トラミー。え？ちょうどよかった。練習を手伝ってくれる友人を連れてきた。やっほー。じゃあ、練習を始めようか。どういうこと？トラミー、お客さんを褒めてあげるといいよ。うん、褒める？うん、褒めてあげたらお客さんも喜ぶんだ。本当？うん、先にお手本を見せるからよく見ててね。うん。こんにちは。お客さん、今日はとっても綺麗だね。本当？ありがとう。トラミー、見たでしょ？今度はトラミーがやってみて。わかった。今日はとっても綺麗ですね。僕は？綺麗か、いい気分だ。お二人とってもお似合いですね。本当だ。じゃあ、そんな二人にプレゼント。トラミーのおかげで綺麗なお花ももらえたわ。ありがとう。上手だよ、トラミー。本当？それじゃあ最後に運行してみようか。はい。どうしよう。気をつけて、ゆっくり。トラミー、もう少し早く走ってみたらどう？はい。すみません。どうしよう、また失敗しちゃった。こんなことなら乗らなければよかった。やっぱり私うまくできない。大丈夫よ、トラミー。あなたは一人じゃない。失敗しても大丈夫よ。そうだよ、勇気を出して。君ならできるさ。うん、みんな。はい、もう一度やってみます。よし。うわ、上手になったね。本当？トラミーはみんなのおかげで勇気をもらい、上手に運行できるようになりました。到着しました。トラミー、立派にやり遂げたね。おめでとう。おめでとう。だよ、シト。お疲れ様、トラミー。とっても上手だった。どうなってるの？実はスカイが準備したんだ。運行の練習を手伝うように頼まれて。スカイが？失敗ばかりして私のこと嫌いだと思ってました。そんなわけないよ、僕らは家族なんだし。スカイ。叱ってばかりですまない。これからはうまく運行ができるように手伝うから。はい、私ももっと勇気を出して運行します。二人とも素敵だ。これからよろしくね、トラミー。